し、再開していくぜ。さて、ショップ見て思ったんですが、新しいもの売っとんねん、これ。バトルギア2、ブレインアシスト2、ニューラライザー2、そしてオートリフレッシュ。MP が1自動回復する。ええな。ええけどお金足りんな。なるほど。悩ましいとこですな。ちょっと一旦まあ、今回このまま何もせずに次行こうか。現実主義44話。アドレナって人は人を道具みたいにこき使って昨日も深夜まで仕事させた。大変だったね。そうです。LSの人はせっかちでいつも仕事仕事ばっかりって冷たいんですよ。もう少し彼女たちは真面目にやった方がいいと思うけど。移動制でお昼休み3時間とか普通だもんな。早く家に帰りて。LS は違うの？そんな環境じゃお互い意見に合わないね。たぶん海ではわかるだろう、あんなのばっかよ。そうだ、レッツ、お前のために外部取り付けの翻訳機持ってきたぞ。アルチルが。ん？やっと俺にも言葉がわかるのか。頑張ったんだから感謝してね。外部取り付けタイプは古くてな、相手の声を聞いた後に翻訳する。理解するのにわずかに時間がかかる。千代子たちは完全に LS 製の言葉を覚えた状態だから、特に戦闘では差が出る。こいつらが避けろって言っても俺は反応が遅れるってことか？そんなとこ。まあないよりはマシだぜ。もう一つ欠点としては地球でいう携帯電話以前のやつ。あれなんて名前だっけ、調べたんだけどな。ポケベル。あれを使ってるようなもんだから人前で使うのは恥ずかしいって点だな。ポケットベルだ？それ私のお母さんが高校の頃使ってたって聞いたよ。逆に物を大事にする人って思われるんじゃないかな。それかマニア。人目を気にして不良なんかやってられるかよ、使わせてもらうぜ。不良だったんだ、いい人なのになんで？悪いことでもしたの？暴れて生きがってる連中だけの生きがってるだけの連中はただのバカだ。俺はやりてえことやる。それが周りとは合わねえだけだ。だいたいお前もそうだろ？有名だぞ。5人をまとめて病院送りにした女って。そっか、私も不良だったんだ。そうなの？学校だとそう言われてるよ。私不良でした。番長様ついていきます。学校には善人と悪人はいりませんってな。それより翻訳はできたか試してみ。私の言葉もわかる？お、わかるぞ。それはよかった。ついでに皆さん買い物とかどうです？1階には総合ストアがありますし、昨日からこの階出てないし。って言われてもお金ないし地球に持って帰っちゃダメでしょ？昔ぐらいならいいんじゃないの？クレジットないの？戦闘アップグレード用の金しかない。これは勝手に使えないだろ。相当な額でしょ？ちょっとぐらいバレないよ。政府の金をちょろまかせるか。どうして急に買い物に誘うの？みんなが買い物に行けば私たちも1階に行けるし、買い物は端末より実物だよね。タウンに聞いてみよう。どっからから調達してくれるかもしれないし、多少は買い物できた方がいいしな。それと千代子たちが親と電話連絡取れるように作業中で、それも確認したい。ほう？電話できるの？地球にいるタウのコンピューターを中継して電話できるようにする。失踪事件として警察沙汰にされちゃこっちも困るからな。いろいろ大変なんだよ。そんなに気を使ってたの知らなかった。せっかちな LS 星人に通信してみるかな。もう終わってるだろう。ふむ。デロメアの家付近。クッシュ。風？若いような鼻に虫が鼻に入っただけだ。あっちって今どうなってるのさ、気になって眠れないよ。千代先輩にエチー実験とかそういう情報欲しいよ。自重しろ。昨日回線をいじったからまだその調整が。P からの通信だ、うまくいったか。あっちから通信、事件じゃなきゃいいけど。その可能性はある。最悪今 LSA に行く準備をした方がいい。私はいつでもいいよ。いいから早く通信を受けなよ。P か何のようだ？そっちはどうだ？それはこっちのセリフだ。千代子たちの様子は？聞きたい？聞きたいならちょっと周囲の音を拾うぞ。何してんの？フィー、早く電話つけ、話しつけてよ。電話したいよ。一階のストアがすごいよ。何もかも見たことないのばかり。立体映像がまるで本物のようで感触すらあります。次の能力で使われている技術でしょうか。イマリンの話だと可愛いアクセサリーもあるんだって。脳波コントロールで形が変わるって。千代子様、早く行こう。いいのかな？こんな修学旅行のノリで。とまあこっちは相当楽しくやってるよ。アホか、私たちの心配を返せっていうか一緒に遊ばせて。うるせえ、怒鳴るな。で、電話の準備は完了したのか？地球に通信できれば問題ないのは迷惑だ。それで遊びほうけている連中の声を聞かせるためにわざわざ通信してきたのか？昨日 LS 星にバイオモンスターの襲撃があった。地球のものと同質。移動星から油性船で運んできたらしい。何？ LS 星はその組織だかを潰しに3日半後に出発するらしい。それまでに全員 LS に来れるか？こっちの環境に慣れるためにも早い方がいいし、人間関係とか。テロメアも特別にこの作戦期間中だけ帰郷してもいいんだと。千代子たちの来航を阻止する。失敗したものは相手も分かってるはず。次の動きも近いな。わざわざリスクを払って我が星に敵を送るとは分かった話をしてみよう。あと、千代子たちが使用で買い物したいってどの程度まで大丈夫なんだ？地球に物を持ち込まなければなんだっていい。ワームホールの巨大化も千代子に頼むから準備ができたら通信してくれ。はーん？だそうだ。フィーさんたちの喋ってる後ろですごく楽しそうな会話が聞こえたんだけど。
くそ、私も早くあっちに行きたい。私ももう敵いないんだから早く行こうよ。現金の奴らめ。だが、我が星にまで侵攻するとはもはや余談ならないな。行く準備と覚悟はできているのか。しおりさんはまだゲリピーで、ヨコさんはわかんないです。通信で集めようか。さっさと行こう。すごい楽しそうだったし、あの長とかテンション高かったし、死者はもともとクールぶってるだけで相当なお人ですから、帰郷できるんだ、もう一生帰れないと思ってた。最後に行きたいな、お父さんにも会いたい。故郷はあっちだもんね、帰りたいよね。シナプス博士はまだ刑から解放できないぞ。作戦が終了した後だ。会うだけでいい。話したことそんなにないって変なの。そうかも。ではワームホール地点で待ってる。準備ができたら来るんだな。ふむ、合流か。みんな集まっちゃいましたね。レイナさんも来てくれるんですね。それは私の街をこんなにした敵よ。それはいい心がけだね。力が出ない。今いないのは矢島ってのとムッツ。ユイさん来ないのか。ヨーコさんは期待裏切らないね。ちゃんと通信で伝えた。忍じゃないんだからちゃんと伝えてよ。今日 LS で行くからって。やっぱり怖いよね。誰かがすごい速さで来る音がする。多分ヨーコさんだ。オン？ユイさん、LS に行くって花言って敵の死亡者と戦うんでしょ。当然私も連れて行くよね。悪は根元から立たないとそうでしょ。正直お前は歓迎できない。歓迎なんていらないよ。ただ敵を倒すだけよ。ユイは戦力としてもすごく頼れるし、いいんじゃない。ここで一人残るのも嫌よ。全員行くんでしょ。お前を一人ここに残しておくのも危険か。地球にはもう敵はいないの？確認した。町中探して回って調べてるけど、地中からは何の反応もなかったよ。キーのような音、物がいなくなっては増やしようもないだろうからな。それよりヨーコさんが来ない。もう一度連絡して少しだけ待とうか。待っても仕方ない。行くぞ。もう少し待てないの？ワームホールを開けるにはあらかじめ予約が必要で、エレースでもこっちの通信を待ってる。これ以上待ってない。あの育児なし、これだから一年は。この人は。残念だから、断然だけどしょうがないよね。行くぞ、私が最後に入る。先にテロメはお前から行くんだ。さっさと行かせてもらうわ。6つ。早く行け。時間がかかれば消えてしまうかもしれない。早くトイレに行かないと。全員無事に移動したか。では最後に俺が。お、6つ。ヨコさん。遅れた理由聞く暇はない。さっさと行くぞ。全員待ってる。ここはギリギリに全くやきもきさせてヒーローは遅れてやってくるですね。これで26人全員揃ったね。それにここはどこですか。変な匂いが。口の中が苦い。消毒。まずいが吸うまで続けさせられるぞ。いやだー。ちょっと一呼吸。まずい魂も消毒される。口の中が苦いよ。彼女たち息を止めてますね。1分ぐらいガスを充満させれば嫌でも吸うでしょ。放っておこう。死にたくない。あ、みんな来たの？いや、楽しそうじゃないの。建物の中は自由だってな。トイレの場所。ドアの上が赤い部屋ですよ。音声でも教えてくれます。すごい、外見てよ、外。興奮が抑えられないね。早く探検しよう。昨日の私たちと同じ反応してる。地球の方はいいのか？最初から地球を攻撃する気は敵にはない。LS に攻撃を仕掛けた時点で安全だろうな。霧島は？アドレナと闇の能力で模擬戦を行ってる。ついでに光の能力のやつも時間がないから実戦風らしい。実戦ってひどいことはしないよね。大丈夫でしょ。これから移動性での作戦もある。怪我はさせられない。いや、逆だけどな。エビネフなん、それに地球のマジカロイドの方大変だ。闇の能力を戦闘実験させたら施設が破壊されてもアドレナさんも巻き込まれてしまった。早急に治癒の能力の力を借りたい。これまでの情報と昨日の戦いで千代子の技の威力は分かってただろう。何考えてんだ。ブラックホール弾でなくて助かったとも言える。怪我した治療できるものが欲しい。誰？リリーさんはサッカー君と買い物してる。小悪さんもいない。アドレナが怪我？私が行くよ。テロメは誰でもいい。早く。あら、しっかりして。私のせいで。お前ちょっと加減しろよ。いくら能力を見せろったってよ。あれはないぜ。一応弱めにやったんだけど。アドレナ戦は水のバリアを張って万全だったのよ。しっかりして。テロメはお前も来ていたのか。ごめん、私なんてこと。初めは格闘戦だったんだけど、お互い苦手な戦闘法だからいいデータ取れなくてすぐに中断したんです。それでアドレナさんが防御を固めてるから、とりあえず一番軽い技をっていう。無理に頼んでこの結果。知らないのに口出すからマジカロイドの力は制御が難しいんだよ。アドレナしっかりして。千代子さん、あんまり気を落とさないで。大して大きな怪我じゃなかったし。生きてる、よかった。みんな無事。建物を壊れてしまって。あんた、アドレナを殺す気？私が無理に頼んだの。この試験とやらを早く終わらせたくて焦ったつけよ。いつもながら LS の人はせっかちだね。今日はここまでだね。十分すぎるほどデータは取れたわ。それはよかった。次はスペースシップの調達ね。エピネフ準備はでき。
動いちゃダメ、傷を埋めただけだから。帰ってきたのね。あなたの帰郷で戦うこ、あなたの故郷で戦うことになるけどいいのかしら。私の故郷のことだから許せないの。千代子たんた、千代子ちゃんたちを悲しませて。戦う気があるなら問題ありませんね。警備ロボットとマジカロイド10人を待機させてる。船も一番いいのを用意してる。地球の方々も素早い対応してくれましたし、予定通り行動できそうですね。忙しいのに悪いけど、お父さん、シナプス博士に会わせてもらえないかな。悪空間禁錮されてるんじゃなかったっけ？会っても意識ないでしょ？顔だけでも見たいの、戦う前に。戸籍上は地球人のマジカロイドなのだから、監視を用意させてもらいますよ。どこに連絡するのでしたっけ？アドレナさん、本当に忙しそう。早速行ってくる、すぐ戻る。ごめんなさい。謝罪は結構、強要した私たちも悪いんですから、お互い水に流しましょう。そこまで苦労してキリシパの能力を知りたいのかよ。闇の力は無からエネルギーを取り出せる。それがどれほどのことかわからないんだって、所詮は未開の文明人だね。お前、翻訳機がない時の方が可愛かったぜ。質問する時間あるかな？ありません。ですよね。そういえば、テロメアの監視って誰？外に出して大丈夫？あいつ外に出しちゃまずいんでしょ？ガンマを呼びました。あの人は高職な方なので好んでやるでしょう。ガンマ。どうせあと数年の命好きにさせてあげましょう。近年は不思議なほど穏やかですが、下手に制御するとこちらに向かってくるかも。昔は暴れてたのか？でもあれ本当にテロメア？数年の命って誰が？タウから聞いてないの？テロメアは旧型のリミッターもついてないマジカロイドの能力を使ってるんだよ。彼女は異常な強さと引き換えに寿命を犠牲にしたの。もってあと5年。5年。私たちは忙しいんだ。質問は怠け者のモグラに聞いてよ。なんてこったテロメアが。辛いな。テロメアの寿命が。ゆい。超楽しいね、ここ。静かだったのに。この数だと部屋が狭いね。聞きたいことがあるんだけどいいかな、ドーパムさん、アルジルさん。面白い質問頼みまーす。何が聞きたいの？お、アドレナについて。アドレナさんかっこいいよね。仕事もできるし、冷静だし、何歳なんだろう。27歳みたいです。本人は24って言ってますけど。意味のない意味、どの世界でも一緒なんだ。私たちよりだいぶ年上なんだ。っていうか、おばあさん。それ本人が聞いたら地球に帰れなくなるよ。合法的に宇宙層とか。そんな冗談あるかも。ドーバムさんたちはどう思ってるんですか？私は尊敬してますよ。テロメアさんを覗くと最強のマジカロイドという噂だし、すごく熱心で。すぐギャーギャーわめくし。ちょっと問題があったら即刻通信で怒鳴ってくるからね。管理職は大変だからね。お父さん見てるとそう思うよ。責任が重いんじゃないの？というか、今日最強の触れ込みなんだ。私たちにとって冷静の人はテロメアさんぐらいだったからみんなあのぐらいだと思ってたんだよね。今やんばり私たちは弱いって言ったでしょ。言ってよね。これは生物の構造の問題であんたたちの努力ってわけじゃないからね。実践経験も上、今や質も量も千代子たちに分がある。アドレナに補足しておくと、この星の相当の娘、マジコロエドになった経緯はわからない。お偉方ってことか。リーダーとして一連の作戦の指揮官を担っている。プライドが高いからあまり喧嘩を売らないように。宇宙層も冗談ではないからな。年についてはともかく親の七光りとか言ったら本当に怒られるよ。だがわからんのは、地球人と違ってレース星人は15歳から老化は5分の1の速度になる。つまりアドレナは地球換算では実質17、8歳という若さなんだが、何が不満なんだろうな。老化遅いんだ、いいな。ちなみに俺たちロソ族は寿命が150年だ。体が小さい分放射熱量の比率が高いから仕方ないんだけど。400年生きられても、やっぱり1歳でも若い方がいいって話だね。やっぱりか。だがそれでもまた魅力的だ。強気な女性は格好がいいな。ほー。あんな丁寧だと裏があるんじゃないかって不安になるよ。ガキだな、それがいいんじゃねえか。何を聞きたいの？エピネフについて。私と同じ肌の色でしたね。みんな白いから親近感ありますよ。エピネフさんはアドレナ、さんの幼馴染でアドレナさんのためにマジカロイドになったんですよ。あんなんもどっかの企業の大企業のお嬢様だったとか。いつも一緒にいるから世間ではこっそり二人の関係について噂されてる。火と水の能力で同じように仲がいいのはこちらのマジカロイドにもいますよ。噂されるような関係じゃないって。アドレナはあれで血の気が多くて無茶をする。さすがに若すぎるからな。それをうまくフォローしてる。霧島の能力をわざわざ食らうようなやつだ。支える誰かがいないとな。だがあいつは言葉がちょっときつい。怒りっぽいアドレナにさらに上に行く怒りっぽさだもんね。本当に困った二人だよ。怒りっぽい人同士って普通はあんまりうまくいかないけど。エピネフはアドレナに関わると熱っぽくなるからな。それ以外だとそこそこ温厚じゃないか。イチャイチャ説も本当かもね。そんな関係どっかで見たよ。あの二人はちゃんと守ってあげなきゃね。そうしてくれ、まだあの二人はまだ危うさが残ってる。ドーパムとアルチルについて。私たち？とりあえず何歳？私が18、アルチルさんは21。歳なんてどうでもいいけどね。なんでマジカロイドになったの？自分からなりたいって言うんでしょ？あんまり痛くない。いや、私ね、頭悪いし、職ないからマジカロイドになろうって。
平でもいいから志願してさ、そしたら A クラスのエリートだよ。世の中わかんないね。アルチルさんって地球の人？宇宙平和より日常の安定よね。底なし沼のように深みがあるセリフだわ。そんなに褒めないで。ツッコミはやめておこう。話変えるけど、テロメアさんは？父親に会いに行った。父さんの罪を軽くするために地球で戦うぐらいなんだから会いたいよね。みんな家族はいるの？やっぱり文明が進んでるから、そう人工的に生まれたとか？家族は移動性にいる。前に変異中の襲撃があった時はさすがの私も一生懸命頑張った。自分が傷ついても守るものがあれば戦えるのよね。夢中で何も覚えてないけどね。思ってないもないことを言うの禁止。この星にいる時点で私の覚悟は証明済みよ。他のマジカロイド。今はこの4人だけ？強い人たちだけでも結構いるんでしょ？近くに10人ぐらい待機させてるって聞いたよ。たくさんいたら敵の本拠地も怖くないね。残念だけどきっと私たち戦闘だよ。来るんじゃなかった。異星の人に先陣は切らせないよ。できるだけ私たちだけで敵を倒しますから。他のマジカロイドだってトレーニング積んでるんだからきっと頼りになるよ。雑魚にも苦戦してたち、魔人型には攻撃すら通らなかったじゃないか。だよね。今日はガンマさんがここに来てましたよ。銃の能力、私と同じ。どんな人？かわいい？かっこいい？ガンマはマジカロイドでは珍しいロソ族。ロソ族の中ではかなりイケメン、もといイケ猫らしい。え、猫もマジカロイドできるの？猫じゃねえよ。猫のマジカロイド頼りなさそう。そんなことないよ。銃の能力だから非力さを補えるし、小さくて動きは速いし。あいつは嫌いだ。俺のこと顔がでかいとかすぐバカにするし。非常に鬱陶しい奴だったが、マジカロイドになってからズズーしさに磨きがかかった。気になるね、イケ猫。他には有名な人っている？マジカロイドで一番有名な人はやっぱりテロメアさんですね。10億救って100万殺した人って2つ名ついてる。派手な2つならな、そんなに有名なのか。あの人、井戸星じゃ変装しないと暮らせないよ。キャーキャー言われたり石投げられたりするからね。テロメアがすごく遠い人に思えてきた。カノンさんと一緒にぼーっとしているテロメアさんが一番テロメアさんだよ。怖い人じゃないんだ。あのふんわりしてて落ち着くというか、たまに気恥ずかしいことを言うのはやめてほしいけど、すごく優しいよ。さくらくん思う気持ちのように自然を見れば周りが見れるようになるとかね。私の聞いてたのとだいぶ違う。英雄様だもん、私たちは喋りにくいよ。なるほど。タウとフィーについて。お互い面識があるみたいだけど、どんな関係なの？ここの仕事に就いた時からフィーさんにはお世話になってた。二人ともベテランだよね。マジカロイド研究には直接関わってないけど。今回はアドレナ直属の部下、フィーのは技術を買われてだな。必要なものを現地で作れる能力。無理やりマジカロイドにしてでも地球の被害を抑えるのが目的なのに、トロトロ説得していたのは、さすが井戸星の人間というべきか。その点フィーの方が正しいと思う。だよな、人権にも配慮してるもんな。人権をバイオモンスターは考慮せん。一理あるような気がしてきた。毒された。エレース星について。それは私よりタウの方がいいね。地球比較で1日24時間20分、1年328日。重力はちょっと軽い。1日が長くてその分1年間が短いのか。恒星の構造に対して地軸がほぼ垂直。季節があんまりない。人口が一箇所に集中して固まってしまうのが大昔からの悩みの種で、井戸星のテラフォーミングにはやっけになっていた。星を改造しまくった結果、井戸星で変な新種の虫、バイオモンスターが誕生した。挙句に地球まで迷惑かけたんだよな。地球にバイオモンスターを送る理由ってわからないのか？それをこれから調べに行くんだろ？はい、質問。性にまつわる話題以外なら答えるぞ。黙るなよ、歪みねえやつだな。確かに気になるけど。猫系の女性のキャラはいないのかな？作戦について。3日後出発だよね。私たちはどうすればいいの？船に乗って井戸星に行って、あとは陸路で敵のところに向かうって、それだけ。最低100人、できれば200人用意するって言ってたし、それだけでも勝てるよ。アドレナスの指示に従ってれば大丈夫。いよいよ私たちも本格的に兵器として戦うんだね。千代子さんが言ってたじゃん、今回は今までの戦いじゃないって。それに単にやられっぱなしでムカつくから戦うってだけ兵器じゃない。ずっと付き従うだけだと敵の顔も見れないかも。私たちはこの星のルールも知りませんし、身勝手な行動は避けたいですね。敵も半端じゃなく多いだろうな。下手したら1000匹ぐらいいるぞ。今から不安にさせないでくれる？地球に未知のワームホールを見つけたのが8ヶ月前。マジカロイドの変身道具とテロメアを派遣して防衛に着かせたのが始まりだった。まさかこんな大きな話になるとは。せやな。何を聞きたい？逆に質問を受けてみる。トムさん、トーパムさんたちは何かあります？地球に旅行したいんだけどどうかな。私目立っちゃう？テロメアさんはどうだった？耳隠して服を着替えれば多少目立つ人泊まりじゃない？テロメアさんは目立ちすぎて困ると思うけど。美人で肌の色も透明感がありすぎて、ほほ羨ましい美肌ですよね、テロメアさん。私はそこまででもないってことね。もう目立たないならいいや、いつか許可が出たらよろしくね。
千代子さんたちは家族に被害があったって聞いちゃいけないかもしれないけど、なんでそんなこと？うまく気持ちを切り替えているから、私と違って。バイオモンスターとの騒動で家族が亡くなったみたい。気持ちを切り替えるなんてそんな無理だよ。無理だからここに来ているの。恨みを晴らすために。間違ってるかもしれないけど今はそれしかないの。会話終了。これぐらいでいいかな、話は。私も買い物しちゃおうかな。私も、それが楽しみでここに来たんですよ。違うでしょうが、3日もあるんだし羽を伸ばしましょう。遊んでも悪くないよね。だったら1階に、こちらアドレナミさん、応答。何かありましたか？軍事施設から連絡があった。警備セントリーロボットが全部ハッキングされて待機していたマジカロイドがほとんど殺された。え？10人のマジカロイドの警備を抜けてメインコンピューターのハッキングをするなんて考えられない。また地球の方々に力をお借りしたいのですが、すぐに行くよ。他に分かってる情報はないの？通信はもう途絶えた。現地に行くしか手立てはない。近くにいるマジカロイドは至急集合してください。すぐに出発します。はぁ？戦いなの？バイオモンスターに高い知能はない。セントリーロボットのハッキングはありえないが。ロボットは戦うことになったらどの程度の性能？マジカロイドにダメージを与えるには十分な火力はある。機動力も高い。装甲は対抗シールドは備わっているが、マジカロイドなら簡単に突き破れるだろう。念動力がなければそんなもの。アドバイスは現地でアドレーナーたちがやってくれる。早く行くんだ。バイオモンスターと比べてどうなのって話なんだが。襲撃メンバー選べる感じ？あ、選べる感じだね。なるほど。したらば、どうしよっかな。もう、ここまで来ると、レベルが低い子育てていこうかなとか考えなくていいかな。とりあえず、マオちゃん入れるじゃん？あ、ユイとかは強制出撃なんだね。あ、昼か。夜だったらテロメア出したいなって感じだったけど。レッツはいて。あかり連れて、カノン連れて、イマリ連れて、ナノナ連れて、そうね、モカ連れて、リリーは？リリー入ってる？あ、リリーは強制参加ね。あとどうしよっかなぁ。コハクちゃん連れて、あと3人。割ともうここで十分感あるが。ルナにしおり。こんなんで一旦いいかな。情報収集。分子着想。1時間前。テンション上がってきますね。外を散歩したい、出られないの？私たちはその兵器なので許可がないと。絶対面白そうなのに下の売店よくわからないものしかないじゃない。実際よくわかんないものだしね。私服を一着買ったよ。分子着想でしょ、どうせ持って帰れないのに。まあいいや、着てみてよ。脳波で操作はよくわかんないからスイッチオン。なんか見たことある服になった。あれ、露出増えてる気がする。それに戦ってる時の服と違って服着てる感覚がなくて不安なんだけど。分子着想の商品名見たか？光のなんとかって。光の能力再現スーツ。ここの売店で売ってるのは基本マジカロイドの活動を世に広めるものだから。それってコスプレ。お前たちの知ってる光の能力の記憶から服が作られてる。元に戻そう。似合ってたのに。なんだか懐かしい感じでしたね。コスプレか、もしかして私と同じ服も出てくるのかな。可能性はあるかも。それ罰ゲーム。一気に戦いへの意欲が失われたら、もしかしてLSでは一般人にも見られんの？ニュースとかで。地球人はまだ機密情報だから大丈夫。まだ、うわぁ。なるほど。とりあえず、マップの情報を見ようか。あ、一応、あなた二人いるのね。レベル低いしさ。お？囲まれ、ルフィン。囲まれとりますが、セントリーボット。そんなには強くないか。そんなには強くないか。セントリーガン。あ、そんなには強くなさそうだな。え、これだけ？バイオモンスターが出てきそうな感じではあるな。突っ込ませれば十分なんとかなるか。リリーの位置と変えられん。なるほど。んじゃあこれでいっか。出撃。集まってくれたみたいですね。この先は警備ロボットや移動式砲台が数多くいるので注意が必要。それこそ衛星からのレーザーでどうにかなんないの？施設ごとハッキングされてシールドやジャミングされてるはず。何より生存者がまだいるかもしれないしね。早くロボットを倒していいんだよね。早く施設内に。警戒が先。雷と音の能力で何か異常を発見できますか？シールドだかジャミングだか知らないけど、私のレーダー全然効かないや。代わりはなんかわかんない。こっからまみなみに荒い呼吸の音が聞こえる。
道のど真ん中に人が。あらー、ルフィン、ひどい怪我、死んじゃうよ、助けないと。分子着想があるのに出血するなんてスーツも限界だよ。みんなリリーさんをかぶりながらあの人のところに。それは許可できません。ルフィンがあんな見渡しのいい場所で生きているなんて罠以外の考えでもありません。彼女を助けるのは自殺行為。このまま慎重に前進、敵を格好撃破します。仲間を見殺しにする気だから罠だって言ってるでしょ。ルフィンを助けるために犠牲は払えない。賢明な判断ね。気に食わないのを無視すれば。あばあんなの見てられないよ。どうにかしてあげてよ。前に出てはダメです。私たちは敵は私たちを刺そうとしている。銃の能力の人はいますよね。回復弾、煙幕、どっち使えばいい？助けるんでしょ。狙撃弾に変更してください。標的はルフィンさん。って何言ってんのバカ。このまま死ぬよりはその方がずっとマシです。誰かあの人を助けてください。なんでこんなことになって。早く狙撃よ。絶対嫌。そんなの私聞いてないもん。やってられるか。助けに行くぞ。レツ君、一人で特攻は賢くないわね。ユイさん、ヒヨリさん、救出の準備を。リリーさんはここで待機して。地球人を優先して守って私は前に出ます。感情に流されてこれだから一般市民は邪魔だ。さすがレツ、そっちに送るから拾って。空間定員、ヒヨリさん、粘土をくれ。さすが、よかった、間に合った。あとは戻るだけだな。簡単に行くかしら。あっばー、やはり囲まれて。軍用の警備ロボットこんなにたくさん、やばいよ。動けるうちに逃げろ。逃げる？帰り討ちにするのよ。今度は加減なしで攻撃するしてくるよ。気をつけて。千代子、烈、ユイの戦闘不能、リリー、ルフィンの戦闘不能。なるほど。まあどうとでもなるんじゃねえか。そんなに強くない感あるぞこいつら。とりあえず上に戻りつつかな。ワンパンやないかい。そんなに経験値もくれな感じか。微妙に落とせんな。でも撃っとくか。さて、微妙にダメージを与えたあいつを倒しておきたいが、普通にいい火力出せんだよな千代子な。これ MP0 の技が強すぎるんだが。普通に よし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 。とりあえず前に行くよみんな。あなた、あ、移動できない。なるほど。あー、もうこういうデバフ受けてるよって感じね。行くぞ野郎ども。チャージショット。そんなに強くなさそうで。ヤンスが、あ、ドーパムさんおったん。あなた気づかなかった。あ、アルチルさんもおったん。気づかなかった。いてもいなくてもいい感あんだけどな。それそういうこと言ったらダメ。さて、この微妙に残ってるこいつを倒しておきたい。よしよし、だいぶ。これこの位置まずいか。メイの能力差は動けないんですか。ルフィンさんの怪我がひどいから治るまで動けない。もう少し安全な場所で治療すべきでしたね。やっぱり判断は素人だな。そんなこと言うなよ。ちょうど落とせる。火力はそこまで大したことないか。オータルアタックで落とせないけど、まあしょうがないな。